今回の山は富山県の日本百名山立山。立山黒部アルペンルートを乗り継いで室堂へ向かいます。立山駅、大阪からおよそ6時間、麓の室堂に到着しました。早速、室堂ターミナルからすぐのところにある名水スポットで山コーヒー用の水を確保します。日本名水百選に選ばれている立山玉殿の湧き水。水温は真夏でも2度から5度。ひんやりとしてまろやかないい湧き水です。大長沢キャンプ場へと向かいます。室堂平の標高は2450メートル。この日の大阪の最高気温は32度でしたが、室堂は20度を下回っていました。高原の風がひんやりと心地いい、まさに別世界です。名所の御栗ヶ池、運が良ければライチョウを見ることができるそうですが、この日は姿を現しませんでした。ライチョウ沢へは地獄谷周辺を通らないといけないのですが、火山ガスが活発化しており注意が必要です。卵が腐ったような硫黄の温泉の匂いが立ち込めています。念のためタオルを水に濡らして通行することにしました。火山性ガスは水に溶けやすいそうです。室堂から40分ほどで雷鳥沢に到着しました。すでに色とりどりのテントでにぎわっています。全体的にソロキャンパーは少なく、モンベルのテントが多い印象でした。管理事務所で受付を済ませます。キャンプ場の料金は1日500円です。キャンプ場の端に展望のいい場所が空いていました。テントを張って早速明日のコーヒーの準備をします。今回は生豆から焙煎してコーヒーを入れます。しばらく火にかけるとパチパチとはぜる音が聞こえてきます。いい感じに焼き上がりました。明日のモーニングコーヒーが楽しみです。立山は夜の星空も名物になっています。運よく深夜に雲が晴れて満天の星空を眺めることができました。手持ちのカメラでは抑えきれない星空、ぜひ現地に足を運んでいただければと思います。朝、この日も天候は快晴、絶好の登山日和です。早速モーニングコーヒーの準備をします。今回の山コーヒーアイテムはナポレターナ。イタリアの伝統的なコーヒー器具です。まずは器具を分解していきます。コーヒーには立山の名水を使います。吹き出し口の手前まで水を注ぎます。昨日焙煎したブラジルのコーヒー豆、アーモンドのような素敵な香りがします。
豆を挽き終わったらバスケットに粉を詰めていきます。弱火にかけてしばらく待ちます。吹き出し口から水がこぼれてきたら火から下ろします。本体をひっくり返します。これで熱湯がバスケットを通って下に落ち、コーヒーが出来上がります。ミルクの代わりに保存が効く練乳を使います。お湯が下に落ちきるまで3分ほどかかります。コーヒーが出来上がりました。山で飲むコーヒーはコーヒー以上の味がします。立山の自然の中で味わう山コーヒー、至福の一杯になりました。モーニングコーヒーを堪能したところで出発の準備をします。青空が広がっています。これなら稜線でいい展望が見られそうです。登山道にはまだ雪が残っていました。念のため4本爪アイゼンを持ってきましたが、使わずに歩けるレベルのコンディションでした。ライチョウ沢から大走りルートを登り、マサゴ岳に向かいます。稜線まで2時間半黙々と登っていきます。時折道端に高山植物が咲いていて疲れを癒してくれます。風は涼しいのですが、紫外線が強く日差しを遮る木々がありません。体から汗が吹き出てきます。3000メートル級の山々が望める稜線に到着。強い風が吹いています。気持ちのいい空中散歩です。マサゴ岳が見えてきました。山頂に到着。遠くに富士山の姿が見えます。水墨画のような美しさです。3000メートル級の山の展望。関西では味わうことができない北アルプスならではの景色です。立山の一つ、富士の折り立てへと向かいます。小山、大南寺山、富士の折り立ての3つの峰を総称して立山と呼ばれています。稜線歩きは標高差はそれほどありません。小1時間ほどで富士の折り立てに到着しました。ここからも槍ヶ岳などの山々が望めます。富士山はちょっと雲に隠れてしまいました。続いて大南寺山へ。山頂からは日本一のダム、黒部ダムが望めました。ここの大南寺休憩所は登山映画春を背負ってのロケ地に使われました。映画も小説も
いい作品でした。休憩所の中にポスターが貼ってあり、監督や出演者のサインがありました。こちらがメニューです。カレーを注文。スパイスの辛さとトウモロコシの甘さが混じり合ううまいカレーでした。食後にコーヒーを作ることにしました。今回はだしパックを使ってコーヒーを作ります。この方法だと手軽に美味しいコーヒーが作れ、ゴミの処理も簡単です。沸騰したお湯にコーヒーの粉を詰めた袋を漬け込みます。コーヒー全体に染み渡るように袋の中の空気を抜きます。あとは蓋をして4分ほど置いておくだけです。コーヒーが出来上がりました。この一杯もまた味わい深いコーヒーになりました。一休みした後は最後の小山を目指します。小山の山頂には神社があります。参拝料は500円、記念の証明書などがもらえます。山頂に登れるのは一度に30人ほど。順番を待って登ります。お祓いを受けた後、山頂で記念撮影。なお三角点があるのは社務所の向こうの方にある山頂です。無事に立山の3つの峰を周遊できました。小山からの展望も見事なものでした。惚れ惚れとする絶景です。帰りのバスの時間が迫ってきました。急いでキャンプ場へと戻ります。山とコーヒー、今回は北アルプスの立山で山コーヒーを楽しみました。高原の涼しさと稜線の見晴らしは格別でした。アルペンルートで楽にアクセスできるので皆さんもぜひ。それでは次回もどうぞお楽しみに。